おまけのわしゃガチャおまがちゃはい<ー>シャンプーが毎度毎度剥がれてるもう粘着力が足りてないですね。これは,ここは無理だなあっしゃってももうくいもんこれもね、うん、しょうがないそうそうだな <laughs> こいつのことめたくそ長文きたこの厚さうわすごい <laughs> えー ペペメラ、はい、皆さん、わしやがな。わしやがな。えー、そういう挨拶じゃないんだけど。<laughs> そうですね。うん、私物紹介のコーナーを見て、まあ、ダイアクロンとか、結城さんのドールとか、紹介されてるものはとても欲しくなって、買い集めてしまいました。あ、いいんじゃないすごいね。 えー、道路に関しては、マフィア、カジさんの球体関節、球体関節がいいんだよなという言葉や、俺も持ってるんですよという、男性でも道路を持っているというところを拝見してから、えー、ドルフィーやキャスト道路について喋るようになり、男だけど道路買ってみたいな、道路オーナーになってみたいなと決意、えー。わしゃがな TV に出会ってから、アンダーグラウンドな趣味にはまりまくって、毎月クレカの請求で苦しい燃やし生活を送ってます。アンダーグラウンドな趣味じゃないんだけど、<あ>別に。オープンだよ <laughs> アンダーグラウンドじゃないよ。もやしばっか食ってんのは大変だけどね。そこで一つ質問があります。うん、えー、くれかや現金払いで、ああ、今月使いすぎたなあ、来月死ぬかもしれんという金額を使ってしまったことはありますかもしあれば、金欠を乗り切った方法や、どう上を耐えしのいだのか、お答えいただけると幸いです。いいですね。まさしくなんか人生楽しんでますね。このタイミングが一番人生楽しいです。うん。そうね 金使いすぎて、クソほど後悔したタイミングってありますない。<laughs> えっと、それって、どっちか聞いていいですか使ったけれども、全く答えてないタイプなのか、それが単純に、ものすごく倹約家で使ってないのかお金があるから。<laughs> ちょっと待ってください。中村さんだって、あのー、苦しいタイミングあったでしょシェアハウスとかして。苦しいタイミングお金使わないもん。はい そのタイミングにじゃあこれどうしても欲しいからいいややっちゃえっていうのなかったんですよ。あのね、うん、こんな話をするのもあれなんだけど、うんうん、俺の時は、うん、俺が苦しかった時は、うん、そもそもそんなにインターネットとか栄えてないのよ。で、うん、そうなると情報どこから仕入れて雑誌なのよ。雑誌を買うお金がないのよ。 だから物欲が刺激されることがないのそういうことですよねそういうことなの情報が入ってこないから情報遮断されてるからだから例えばひょっとしたらねあのトイザラスとか行っちゃったらあれ欲しいこれ欲しいと思ったかもしれないけどなるほどなるほど行かないのおもちゃ屋にも行かなかった行かないお店にも行かなかったゲームゲームも多分その一番お金なかった時って FF11 やってたから 毎月1500円かな、うん、?1500 円課金するだけだから。<ょ>そうしたらもう無限にゲームできたから。<laughs> その頃の中村さんの人生の楽しみって FF だけだったんですかうん。FF11 しか本当にやってなかったから。<laughs> じゃあ請求でなんかもうもあ、ね、か今回、はい、時のゲームってさ。うん に PC にスペックに余裕がないからさはい、はい、今みたいにその2窓でとかできないのよ FF11 を表示してたらもうそれしかできないからああそもそも最初ウィンドウ表示なかったからフル画面なのよーゲーム画面がだからそれで途中それをしながらネットするとかできないですね。なんか他事するってできないからもうゲーム全集中ね全集中 FF、うん、の呼吸息が詰まる <laughs> <laughs> f v 1 1のこぎは息が詰まる。それ使いすぎると廃人になる。廃人になる。<laughs> どうにかしちゃう。<laughs> <laughs> 参考になるんねえな。だって、そうですよね。中村さん。炭治郎よりもあざが広く,くなる。ほん <laughs> に。あざ、あざ持ちあざ持ちになっちゃう。<laughs> <laughs> やーべえな。 まあ考えてみれば確かにスマホとかで、あとインターネット通販とかで買えるようになったタイミングそうそう、永尾さんもう声優で一夜馬てて億万長者一夜馬てて、そうもう一発当ててんのよ。そんなこともないんだけど、うん、あの、うん、まともに収入あったから、うん、それを超える買い物あのあとねもともとその高額なものの興味がないのよ。うん、だから言ったらさじゃあ月にえ三、ー、十万円、うん、えー、収入があって、うん、そこから 税金とかもそうだけどさ保険払ったりさいろんなこと話だよ本当に必要な家賃とか全部払っててさ使えるお金が10万円あるかないかだとしてもさ俺が買うのせいぜい1万円以下のものがいくつかぐらいだからまあそうかそうだよなそんな服とか あ,あそう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 ,そういったもんに大金をはたいてっていう感じでもないですよね。そう,そう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 。<ー>そうなのよ。そうだよな。風 <coughs> に困ったこともじゃないですか。なんか、飯がもうないから、もやしばっか食ってたわ、みたいな。あ、だからどっちかというと単純な生活苦はあるよ。うん、生活苦は単純に生活苦ですね。何、うん、がか一緒に住んでたんで、うん、佐藤くんがご飯食べさせてくれたよ。<laughs> えっと恵んでもらっていう言葉はあんまりよくないけど単純にご飯どうするって聞かれ一緒に住んでるからさいつも生活一緒にしてるからご飯どうするって聞かれていやどうしようかなと思うけどそんなに今お金ないからなんかコンビニのちょっとしたものかなとか言ってたらじゃあ松屋おごるから松屋まで行こうって言ってはい松屋に行って食べてた松屋おごってもらってたん松屋おごってもらってた佐藤君。 容赦なく俺は普通の安いやつとかに行かずに普通の弁当頼んだけどねじゃあ焼肉弁当遠慮せずに遠慮せずに食いたい遠慮せずにあの一番安いメニュー多分松山牛丼かなんかだと思うけど全然もう550円のメニューに佐藤君もしょうがねえなって思っながらる佐藤君ね結構年上だったのよだからすごい面倒見がよくてねああやってくれてたんそうそう佐藤君今元気にしてるんですか多分 世話になったけどもう会ってないです。あのーうん、い途中でね、うん、えっと一緒に養成所行ってたんだけど、うんうん、役者辞めたのよね。あそっか。そうそれで実家に帰ったから。引退されてしまったんですね。うん、そうだねそっかなんかあれですね光と闇ですね。光と、うん、闇はなんだ <laughs> 闇はどこ <laughs> や,やっぱ成功する人間もいれば夢破れてしまう人もいるから、まあまあ。でももうしょうがないよねそれ。うん なんだろう就職ビジネスじゃないからさ難しいよね入ったら仕事くれるわけじゃないからね似たようなもんです俺も同じような感じでした周りの年中どんどんやめていきましたからちなみに俺は当然お金お金のない頃から周りは物欲まみれだったんでインターネットそこら中で欲しいものでもさやっぱりネットがあると物欲が出ないまみれる出るでしょ物欲だらけ なんかいろんな興味のあるもの調べたらさあれ欲しいだからその方も言ってるみたいにさわしゃがなのせいみたいなことじゃないお前らが刺激してくるからみたいなそう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 まあ俺らは刺激してるよ実際楽しそうにしてるだろ確かにねでもそういうの確かにね見ちゃうとねカシャ君の時はそうだよねそうもう欲しいもんだらけ言ってみればだから俺の場合はもはや何もよりも優先して 欲しいものを買ってたんで、うん、まあ金は常になかったですし、何を削るかっていうとやっぱ飯なんですよ。まあ食費をね、うん。で、何食ってたかっていうところで、この人もやしばっか食ってますけれども、うん、俺はあの、業務用のスーパーとか行って、業務用のでっかい袋に入ったマカロニサラダみたいなの買わけ言ってたね。湯が、うん、かないで食ってたでしょ。そう。<laughs> スナック感覚でそれ,それも、まあ、バリバリ食ってましたけれどもこ、ま、のマカロリサラダはもう出来上がってるもんなんですよ、うん、こんくらいの袋に入っててもう完成してんだ詰め込まれてるそれをこう開けてスプーンでチャプ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 会社くの体を維持するためのカロリーって俺らと違うと思うからさ <laughs> 結構大変だよね大変でしたねその食費がかかる人って大変だよね普通にね普通に体にガタが当然後から来るんですけれども、うん、その頃はそれで耐えられたんですよね 大根とかも、一本丸っと買ってきて、そ,ね、その上から醤油を垂らして、かじってました。ゴリゴリゴリ。お前ら、こ戦後の生活をすごい、<laughs> 復興しようとしてるじゃん。まあ、実質、はだしの弦のコスプレです、ね、<laughs> コスプレ。コスプレはしてない。弦、<laughs> こんな怖くない <laughs> <laughs> でも、髪型は同じだし。 髪型もないじゃない。ゲンは、そんなこまでのスキンじゃなかったよ。いや、スキンでしたよ、ゲンは。いやいや、そりとあったよ。なんか、野球少年みたいになってたよ。あそれはね、初期ゲンです。後半のやつか。後半のゲンです。言えないゲンじゃない。どうしてか言えないやつ。体は健康だったから、ゲン。まあね。だからね、まあ、今ちょうど、多分この方は一番楽しい時期にいるんです。いや、でもまあ、確かにそうなんだよね。金が絶妙に足りないぐらいが一番楽しいんです。俺の、その、 なんかお金あるんだかないんだかみたいな地域はさ、うん、ガラケーだからさ、うん、移動中とかにも物欲刺激されないんだよ。あ<ー>も何もすることないから今みんなスマホ見るでしょう、ねうん、ネットするでしょ、うん、あの時何考えて移動してたんだろうねみんな。本当ですね移動の時俺は文庫本を持ち歩いてましたけどあ本か、うん、何かしら必ず持ち歩いてましたね本とか持ってたのかな それとも大人なのにゲームボーイアドバンスをやってたのかな, <laughs> あ,りえなありえますよ。今の仲間さんの生活見てると十分ありますよ。ちなみにゲームボーイアドバンスってスリープモードないから大変なんだよ。あ<ー>電源を落とすしかないからセーブできなかった。ってそうだったそうだった当時はそうだった。ね。うん。電池がいつまでもつかヒヤヒヤしながら,たら、ね、そうなんですよね。いや懐かしい。悲しい、ね、話になりそうだな。はい、終わろう。もう終わろう。 皆さんもね、あの、わしゃがな TV のおかげで趣味が増えたっていうご意見をいっぱいいただいておりますけれども、はい、よく考えよう。お金は大事だよ。うん、<laughs> そうだね。あのー、欲しいものをこらえるために見るチャンネルでもあるということをね、うん、ここで見て満足して終わっとこうん、みたいなね。そうですね、うん。それも大事だと思います。は